渡辺春友選手です。よろしくお願いします。お願いします。前回からここまでの調整方法などを教えてもらえれば。そうですね、中5日だったので、まあ、前走がちょっと悔しい思いしたので、びっしり練習してきました。まあ、ここまで、まあ、甥の渡辺君もしっかりと頑張ってくれてますけれども、まあ、その辺も刺激にはなってると思うんですけども。そうですね、いつも引っ張ってもらっているので自分の成績が上がっていると思ってます。では最後に明日の意気込みをよろしくお願いします。そうですね、明日難関4人が結束するということなので、前後に、迷惑かけないよう、自分の役割を果たして頑張ります。お願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。